俺が趣味でヒーローを始めてからもう3年経つ。今までたくさん怪人だの悪の軍団だのを退治してきた。他のヒーローが俺くらい活躍をしてる現場なんて見たことがない。もはや誰もが知ってていいんじゃないか。せーの。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。ソニックとの戦いで埼玉はある重大な問題に気づくのです。知名度が低い。まさか先生。ああ、ヒーロー名簿に登録してないんですか。全国にあるヒーロー協会の施設でテストを受け、合格すればヒーロー名簿に登録され、正式にヒーローを名乗ることができるんです。お、登録しようぜ。一緒に登録してくれたら弟子にしてやるから。行きましょう。